こんにちは。こんにちは。ヘルも来ました。ありがとうございます。そう、今日は朝も配信をしてたから、朝も配信を見てくださった方は久しぶりだね。久しぶり？久しぶりか。ブリブリ。違う、お姉ちゃんじゃない。半日待ってたの。新潟暑いよね。こんにちは。暑くて溶けた。そう、これね、やってもらったの。かわいいよね、とても。これリボンだよ。ツインテールにしてもらいました。めっちゃ気持ちいい。髪型やん。まあこの髪型にしてもらったので、気合を入れて配信をします。朝は結構ね、事件が起きて、全然なんかちょっとね、つまんない配信だったんだけど、ごめんね。そう、雲のせいでちょっと配信良くなかったから。本当にさ、外暑いよね。溶けそうだった。溶けそうだった。溶けるよ普通に。暑すぎ。外の日陰にずっといるよ。っていうかさ、今公演終わったじゃないですか。先ほど公演行ってきたよ。行ってきたよって方、行ってきたよ、おかしいな。公演行ってた方、はーい。 DMM ね。なるほど、行ってない。ダッシュで帰ってきたから。ダッシュで帰ってきたの。ごめんね、ごめんね。本当に汗だくだよね。暑いもんね。あ、確かにこれね、 NCT の風の陣のやつ、私もさっき見てました。すごいいろんな角度か見れてすごかった。なんか私も風の字見ました。DMM で見てました。
公演見に行った方お疲れ様ですね。本当にありがとうございます。見てくれて、見てくださり。あーなるほど、公演と NCT が被ってて画面がね。レイニャーたくさん見れた可愛かったよね。イチゴンヘアとても可愛い。昼公演に行ってたので風の陣最初しか見れてない。あーそっか、お疲れ様です。マロ喜んでたでしょ、めっちゃ食っちゃ。あっちいいよね。ねえ今日も暑い。でも多分これから梅雨に入るから、でも梅雨も梅雨で嫌なんだよね、湿気がすごくてさ。多分これから雨が降ってくる、梅雨に入るから。やだな雨、雨めっちゃやだ。え、わかる。フォロワー1700人行きました。なんか一気に。朝は確かね、全然なんか10人くらい急に増えた気がする。ありがとうございます、嬉しい。とてもそうなんだよね、たかしとフォロワーがだいたい一緒だからさ。まあ頑張ってます。はい、越されないように頑張ってる。でも私もなんか最初の方は全然っていうか、フォロワーがみんなよりすごい負けてたんですよ。だけど本当にね、マジで頑張ろうって思ってここまで来たけどやっぱトップは越せないよ。最初からすごかったからね。そう、毎日配信頑張ってるから、頑張ってますこんにちは。結婚してありがとう。売れピーマン。わあ、好き。毎日配信してくれてとても嬉しいです。 ありがとうございます。こちらこそね、見てくださりありがとうございます。わあ、虹、虹ありがとうございます。華やかになった、一瞬。なんか朝から見たら可愛くなってきたまあ朝はあれすっぴんだったから、何もあと何もしてない、ノーマルだった。髪型もメイクもしたから多分
朝よりは結構変わってると思う。虹ありがとう。ありがとう、かわいい虹。そう、今日はねカラオケをしようと思ってたの、ちょいとだけ。あのさっき NCT で歌ってた風の陣で歌ってた曲を歌おうかなって思ってて、でも限られてて歌える曲が、だから全部は歌えないんだけど、できるだけ歌おうと思う。セカオって歌ってたよね、歌ってた歌ってた。あとなんだっけ、あのさ、いや別に、装着、何から始めればいいんだろう。え、でもさ、最初ってさオーバーチャーだったじゃん。やっぱオーバーチャーだよね。セカオでしょ、何かでしょ、マックスでしょ、ミドムリでしょ。あ、これぐらいしかないか。瀬戸利潤、じゃあ最初マックスで、だけどオーバーチャーから入ります。うん、聞き飽きた方もいると、ごめんね、これ私のやり方。音量、瀬戸利教えてね。渋滞と心に太陽がなかったです、すいません。
緒に歩きたい。下から見守ってくれた誰かの存在、支えになった未来はいつも姿見せずに待っているよ。弱音吐き甘えないように、愛とは涙、ございました。やばい、さっき言おうとしてたことを忘れた。あ、そうだ、今日はあの1時2時半から配信を始めたんですけど、3時なんだっけ10分までかな、3時10分まで配信をしようと思ってます。合ってる？3時10分まで、お洋服かわいい、ありがとう。いひたい焼きありがとうございます。そう、さっきねお父さんが瀬戸利をLINE で送ってきてくれたんですよね。ここに iPhone なんですけど、機種がで、ここの上に通知が来るの、まあみんなそうかここの上に来るじゃん。だけど MAX 時しか見えないわけ開けないじゃん、今配信中だから開けないって多分考えてなかったんだよお父さん。だから何も見れないわけなのに送ってきたから、ちょっとって感じでお父さんたらもう次何かか、オッケー、おっちょこちょいなんだよねお父さんたら
かがいる、行きます。何かがいる、間違えた、マックストキ315個、何かがいる2曲続けて聴いていただきました。ありがとうございます。肺は苦しくない、ただ私の肺活量がないだけです。安心してください。あと今日は喉の調子が悪いです。以上一人ずつ自己紹介をさせてください。まずはあおちゃんからどうぞ。はい、海の色は、空の色は、いつも笑顔なのは、ありがとうございます。新潟から宇宙の果てまで案内がお届けます。新潟県出身、高校1年生、15歳、あおちゃんこと新澤葵です。よろしくお願いします。急に MC 入れちゃった。
こじゃないよね MC 入れた。まあ何でもいいのさ。たい焼きありがとうございます。よし、キャッチフレーズできた、嬉しい。じゃあ次に、あの別ですかね。あの別だよね。あのさ、いや別に言葉にはできない愛のもん。やば。じゃあ、あの別行きます。ララ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 「なぜだろういつもより鮮やかに見えるんだ」「君が遠い町へ引っ越すなんて突然言い出すから胸がキュンとして、君の存在に僕は気づいたんだ」「あのさ、いや別に言葉にはできない I love you 幼なじみはなんか恥ずかしい、どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕ら、今になってどうすればいい、このままねさよなら、から今日みなさそうに僕が元気でも引き止められない、涙出そうだから。あ、今はあの NCT の公演の方じゃなくて、あのさっき先ほど NCT でやった風の陣の真似をしてます。ねえ、虹に願いを言ったらその日が叶うのかな、気に入ってたいつでも変なこと昔から思いつくよね、流れ星と違うと笑ったけど、どんな願いするつもり、そして僕に言うそうと微笑んで、いつか会いに来て。それってどういう意味？帰りだって気に入る、ずっと前から大好きでした、恋と気づくには近すぎたね、こんない関係壊したくない、抱きしめなきゃ悔やむのかな、友達で、ね、終わっちゃいそう。一番恥ずかしいこのタイミングだけど、この時流せば誤解の日々、どうするこのままさよならか。そう、ちょっと待って、言葉にはできない I love you だから、いきなりキスしちゃいました、言葉にはできない I love you 幼なじみはなんか恥ずかしい、恋バナー嫌って友達だと固い約束をしてきた僕ら、今になって
禁法ありがとうございました。だからさっきも言ったんですけど、ちょっとテロップに書けばいいのか。なんて言えばいいの、風の陣 NCT 風の陣の真似どうこれ風の神理は私取りで行っておりますアナウンスみたい。ちなみに次なんでしょうか。丁寧でしょ。セカオか、ありがとうございます。セカオはね、あるよ。間違えた、テロップじゃない、カラオケ。あー、オッケー、頑張る。セカオ行きます。あー、世界はどこまで青空なんだろう。ここから地平の彼方に目を細めた。どこかで誰かが泣いてはいないか。日差しがこのまま続けばいいけれど、晴れていてほしい、吹いていてほしい。悲しみは風に流されて、何もない空を、美しい空を、青空を僕は信じる。ああ、突然予期せぬ嵐が来たって。ああ、あなたは絶望をなんかしてはいけない。待っていてほしい、見上げててほしい。この空は立ち直ってゆく。太陽は昇り、そしてまた沈み、永遠に光り輝く。
しい、泣かないでほしい、幸せになってほしいんだ。嘘のない空を、限りない空を、駆け巡る鳥が希望だ。僕たちは叫び続けよう。争うことない世界へ、青空を僕は祈ろう。ありがとうございました。ちょっとどういう意味だったかわかんないけど、いや気にしない、こんなこと気にしない、絶対に気にしない。絶対に気にしない。わかりました。みどもりで最後ですね。わかりました。やばい、やばい、違う意味で捉えちゃう私。ちょっとさっき、大丈夫です、気にしない、こんなことで気にしない、どういう意味だったかわかんないけど、次見どもりですね。上がりました。3時9分、じゃあこれ歌って終わりにします。今はさっき NCT でやったセトリを言っていいので、全部 NCT48 の曲でやります。ちょっとうるせえよ。木漏れ日の下ドーハの影は時よりの風に揺れながら、近づく季節のその気配、一足早く空をめくったカレンダー。お口、ここで会うて約束した、去年夏を忘れてない、まだ恋と気づかずに別れ際口にしたこと、待ってるのは待たせるより幸せな時間だよね。何回も見てしまった道の向こう、君は来るか来ないのかな、もっとちゃんと言えばよかった、僕はそれでもときめく。半袖のシャツと制服が遠くからこっちへ手を振った。金眼の僕はポケットのメガネをかけてやってきた夏確かめた。まさか会えると思わなかった、今日と同じ
今恋と気づいてよ、一年も時が流れて、好きになると会いたくなる、当たり前のことだよね。目の前で微笑むのは夢の続きだ。僕は何を話せばいい、二人ずっと見つめ合うだけ。セミがどこかで泣いてる。待ってるのは待たせるより幸せな時間だよね。何回も見てしまった道の向こう、君は来るか来ないのかな、もっとちゃんと言えばよかった。僕はそれでもときめく、やっとじゃあちょっとイヤホンを切る。壊すと。よいしょ。はい、ということで今日は風の陣でやった瀬戸利で歌ってカラオケをしていました。ちょっと今日は AKB48 さん、 NCT48 以外の曲じゃなかったので、曲がなんていうのかじゃないので、ちょっとそこは理解をお願いします。ということで団長読みます。13位ひまりさん、ありがとうございます。12位トナカイさん、ありがとうございます。11位新潟のあちゃんさん、ありがとうございます。10位名古屋のヤマッピさん、ありがとうございます。10位名古屋の今10位って言ったよねやだ。9位カランコロンさん、ありがとうございます。8位部長増田恭平さん、ありがとうございます。7位りょうさん、ありがとうございます。6位ジンさん、ありがとうございます。5位まこちゃさん、ありがとうございます。4位にてんいさん、ありがとうございます。3位ポロさん、ありがとうございます。2位ひらしゃいぽむさん、ありがとうございます。そして1位たかぴろさん、ありがとうございます。そしてお姉ちゃんが壇上に乗っちゃったので14位も読みます。14位いのちさん、ありがとうございます。すいません。はい、よし終わりましょう。じゃあ今日はね、これが今日で最後の配信になるので、今日はここでお別れです。そう、今日こんなね可愛い、ちょっと待って、手がつりそう、やばい、今つりそうだった。そう、今日はこのとってもキャーか、あ間違えた、可愛い髪型なのでスクショタイムをしたかったの。そうそうそう、じゃあ今日はこれでいこう。スクショタイムします。みんなカメラの準備、間違えた、
できてる？準備、お準備をして。お準備できた？いい？いきます。3、2、1、パシャ。やばいね、ここ反射する、反射っていうのかな。じゃあこれでハート、ハート、これ、こっち、こっち、どっち、ほっぺにハート、ウィンクね、ウィンク。ウィンク難しい。皆さん撮れました？撮れたかな？ありがとうございます。じゃあね、終わりにします。皆さん見てくれてありがとうございました。また明日、明日ね、どうしようか。明日は朝だね。朝配信をします。朝です、多分朝。仕事を持ってるので、ぜひまた見てください。お願いします。じゃあバイバイ、ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ります。バイバーイ。ありがとうございます。